しっかり切って入れる。はい、イカパセ入れて、オリーブオイル入れて、もうちょいか。イタリア料理の美学、三宮橋テラレスのレガロオーナーシェフ、小倉富です。まだ梅雨来てないんですけど、もう夏の食材めっちゃ元気で、今日は32度だしってことで、去年おととしはトウモロコシのリゾット、トウモロコシのトリフォラーチャ、うまし、うまみ、トウモロコシのアラビアーターと来て、今日はトウモロコシのスパゲティ、アーリオオーリオです。まあ正直、これは割と原田さんの、アルマフレスカの、まあ、焼きトウモロコシのスパゲッティがベースになっているんですが、まあ、今回はもう思いっきり小倉カクテル理論。よくある、キノコの、いろいろキノコのスパゲッティもそうだし、まあ、フキノトウのスパゲッティ、アリオレとかもあったし、最近のズッキーニのスパゲッティもそうだし、アリオレをベースにして野菜を入れる。野菜を入れると、ちょっと、旨味が足りずにボケる。それをなんで補うんですか。で、アンチョビとパルミジャーノみたいな感じの、まあ、夏アレンジです。はい、トウモロコシ、まあ、ゴールドラッシュですね。と、ちょっとニンニクとアンチョビ。と、まあ、イタリアンパセリ。辛いオイル。これです。1.5mm。はい。ちゃんと皮付きが覆われていればこのままでいいんですけど、さっき買ってきた丸まんのトウモロコシが、これ引っかかっちゃって、もう皮が付いてないやつだったので、一度だいたいうちのレンジで4分とかですかね、こっちで4分、裏返し4分、はい、お、火にかける。レンチンでレンジアップ聞くのに村田さん リスペクトで、はい、でこれをこのまんま僕は保管してます。そろそろまたフィールドコーポレーションのめちゃくちゃ美味しいトウモロコシ来るんですけど、それもだいたい4分全部で3本ぐらいレンジ入れて8分ぐらいかな。でみんなラップでくるんで急冷して保存してます。僕なんか蒸してもいいんですけどね、時間かかるし、ボイルすると抜けるし、まあ、トウモロコシの加熱は、まあ、天ぷらとかするのは話は別ですけど、まあ、レンジが一番いいんじゃないかって気しますけどね。はい、で、キノコ編と一緒、ほぼ一緒なので、ホールで、まあ、大きいの1個か、1個半かってとこですね、今ね。別にね、ニンニク芽取らないわけじゃないんですけど、最近ちょっとこうニンニクの鮮度があんまよろしくなくて、取れるときは取っちゃいます。で火にかけると、はい、で塩をまた、はい、まあね、皆さん塩フェチいるからね、塩フェチそんなにいいかな。よし、入れました。で、トウモロコシを、だいたいパスタ 70g で1本いくかな、いかないかな、いったかなみたいな、いや半分ぐらいですか、半分いったかな、いかないかな、いつもみたいにこうやって芯からトウモロコシを外していく。で芯捨てないでくださいね、芯を冷凍しておいて、トウモロコシのリゾットを作ろうかなと思っている人はもちろん芯を取っておいて、芯で出汁を取ってください。でニンニクがもう一度火が入ってほっこりいくまで弱火でキープ。で唐辛子オイルを、まあ好き好きで入れると、はい、入れますか。パスタ具が入ってるんで60
5とか。はい、入れます。まあ最近まあ5分半ですかね。このままニンニク火入れて、少しきつね色気味になってきたらアンチョビ入れて、で刻んだトウモロコシ入れて、あんまり熱いとパチパチ飛んで固定しづらいんで、僕はあんまりトウモロコシのあれより作るときは、まあ原田さんみたいに焼きトウモロコシっていくまでは入れないんですけど、あ、火を、まあ、アリオーレのこのホールで作ったアリオーレさえうまくできれば、なんか割と成功なんじゃないかなって感じがします。このまま、ずっとチクチクニンニクだけを火入れていく。で、最後仕上げはパルミジャーノパウダーですけど、まあ、まあ主役はアリオーレとトウモロコシなんで、あの黄色いサッサッサでもまあ、おおむねいいっすね。あんまり古いやつは使いたくないですけど。ね、なんか、主要のチャンネルでやってる、あの人の台風トウモロコシのラグーみたいなやつも、あれは、あの時青唐辛子で作ってたみたいですけど、別に今回も、もう、千葉の青唐辛子がどん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 辛くなってくる時期なんで、青唐辛子刻んで入れるのもありです。イタリアンパセリでもいいけど、お前イタリアンパセリいいかな。ちょっとアレンジして、なんかこの前使ったパクチーが余ってるとかミントが余ってるって言ってたら、もしかしたら他のハーブで作ってみてもいいかなって気がします。これは楽しいで、アンチョビを一フィル入れます。アンチョビの香りを出したら、トウモロコシです。超絶まじない代わりの塩、ほんのちょこっと、ほら飛んできた。危ないんですよ、ポップコーンみたいで。こんなもんでいい。なんかトウモロコシがこのニンニク風味のオリーブオイルとアンチョビでコーティングされたら、ここも水でいいです。水入れます。はい、で結構こう上がるのを待つ感じですかね。ゴールドラッシュもあるし、ゴールドラッシュもあるし、未来もあるし、もうちょっとしたら多分白系、ピュアホワイト、ホワイトショコラ、甘いトウモロコシの品種がもうどんどん出てくるんで、で、トウモロコシレッドも8月が入ってくると、前やりましたね、ナヨロの北海道の甘いトウモロコシも出てくるんで、これ、ね、北海道のトウモロコシね、ちょうどいいんですよね。もちろんなんかこの甘きゃ甘いほど料理しがいがあるので、フォアグラと合わせたり、なんかブラタと合わせたりする時もあるんですけど、本来のトウモロコシの味はもう気持ち抑えめなんで、そういうトウモロコシはなんかトマトみたいになんか嘘くさい味がしなくて美味しいですよね。トウモロコシもアスパラももしかしたら肥沃じゃない年の方がなんかできやすいの、なんか凝縮し上がるのかなっていう感じがするんですけど、はい、で、しっかり切って入れる、はい、ミカパセ入れて、オリーブオイル入れて、もうちょいか、コーンだらけ。最後ちょっとパルミジャーノパウダーをかけて、おし、前切る、はい、エガールのトウモロコシのスパゲッティアリオリオです。
最近なんかね、アーリオーリオってね、痛くないんですよね。なんかこう、もなんかペペロンチーノとも痛くないし、ペペロンチーニとか論外だし。めっちゃ熱い、うん、まずいわけないです。うん、おいしい。普通においしいけど、おにぎり2個食べ過ぎてちょっとお腹いっぱいになっちゃった。うん、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 君とお笑いしても美味しい。バターコーンだよね。原田さんバター入れるしね、このパスタ。ちょっとだけ。うん、あってもなくてもいいけど。うん、トモロコシじゃなくてもいいか。あー美味しい。うん。うちの生徒さんだったら、トウモロコシさえあればできちゃうメニューだと思うので、ほんなら毎日作ってください。もうね、夏野菜トウモロコシしかないですからね、マジで。夏のスペシャル、うん、うん、使いに最高です。うん、おいしい。多分以前に何度も何度も自分が好みだと紹介している相模屋さんのクローチっていう作り手、僕その中でもこのバルトッラっていうワインが好きなんですが、結構自然派のワイン飲むんですけど、割とこう、まあ、不安定なこともあるし、いつもいつも大当たりを引くわけじゃないんですが、クローチのバルトラだけはいつもなんかこう、状態が安定していて、飲みやすいなーっていうイメージなんですよね。というわけで、割と、軒並み自然派一群のリーズナブルなワインが値上げする中、まだこのクオリティでこの値段は素晴らしいと。はぁ、美味しい。いやー、バルトラは本当クオリティ安定してますよね。はい、で昔は結構簡単に手に入ったんですけど、なんか年々割り当てが少なくなってきて、割と早い者勝ちではあるんですけど、もし運よく買うことができた人はぜひ 2,3 日寝かして味わっていただきたいなと思うんですが、もうこのバルトラもルビーゴもカンペデルドビアワシリーズもちょっと赤の方が少し不安定なので、1週間ぐらい寝かしていただければ難なく飲めると思います。結構エミリアロマーニャの自然派ワインの中でもかなりピカイチで、年々入手が難しくなってきているクローチのセットです。買ってください。あとはシルニーのセットについては絵の具のサイトをチェックして見てみてください。美味しい。絶対これヒロキも好きだよ。これバルトラマジうまい。割とこう、うん、一軍の某作り手のビアンコも、某作り手のビアンコも彷彿させる。めちゃくちゃうまい。あ、ちなみにこのバルトラバラでも12本だけあります。それ11本、あ、ごめんなさい、1本飲んじゃったんであと11本になっちゃいましたそういうの飲まなきゃよかったやっぱりうちのカンティナ・デ・ガバロっていうワインバーで宇宙ビールさんのプレアスが作れました。上のワインバー限定で宇宙ビールの缶ビールを飲めるんですが、今日は小口沢の駅の方、北斗市に宇宙ビールさんのカップルームに行こうと思います。北斗市にある、まあ日本にもある数あるクラフトビールのブルワリーの中の一つです。まあその中でも正直
まあ好みは分かれると思うんですが、もう発売と同時におおむね数十秒で毎週発売する宇宙ビールの缶はもう完売いいですね。正直5秒10秒で人気なものはすぐに売り切れちゃうほどの、まあ、結構マニアが多いビールで、まあ結構まあ僕もそこに引きずり込まれて毎週のように買っちゃうんですが、ただアルコール度数が高いってことはやっぱり糖分が高いので、まだまだこう酵母が生きてるのか、賞味期限がすごい短くて大体 2,3 ヶ月でもう賞味期限を迎えちゃうっていう感じです。でなおかつ全てのビールは5度以下の保存が原則なので、あんまり中途半端なぬるい温度帯に置いておくとすぐ中でまた発酵が始まってしまってこう爆発することもあるみたいなので、絶対にクール瓶ですし絶対に冷蔵庫保存が絶対。こちらが1番の宇宙エンジェルですね。こちら2番スモになります。はい、どうぞ。美味しい。なんだっけ、ココナッツリンゴメープルシロップ。割と勉強になる組み合わせですよ。すげえ。ジュース。二日酔いの朝死ぬほど飲めます。二日酔いでも飲める。めちゃくちゃ飲めます。めちゃくちゃうまい。美味しい。まだ体調の舌と鼻が変態的なこう鋭敏さを持っていて、ブルーベリーを使ったりパッションフルーツを使ったり、あとはもう数百種類って言われているホップを巧みに組み合わせて唯一無二のビールを作ってると言っても過言じゃないですね。ヒロキとかはもう自分よりもハマってるのか、なんか毎日のように飲んでるみたいですけど、僕がそこ最近クラフトビールや IPA にハマったきっかけを作ったのは、まあ、宇宙ビールだと思います。特にアルコール度数 10% を超えたトリプル IPA とかはもうなかなか一員の価値というかそうそうないんじゃないかなって僕は思ってますが、せっかく買っているのにやっぱり取っとけないんですよね。賞味期限が 2,3 ヶ月なんで、ワインみたいに大量買いしてもその大量買いしたものを飲まなきゃいけないので、僕結構そこが割とミソなんじゃないかなって思ってますね。買い占めたところでちゃんとスニーカーをね、例えばエルメスのカバンをとか高級ワインを買っても自分でストックして占有できると思うんですけど、このビールに関しては取っといておいても飲まないという意味がないので 2,3 ヶ月で賞味期限来ちゃいますし、そこがすごくなんかこう公平でいいなって僕は思ってます。結局っていうのはその麦汁の中に突き込んでるんですか。あのビールの中に突き込んでます。ビールの中に、はい、あ出来上がった。最後こして、最後こして、それって傷まないですか。最初加熱して。いや加熱はしてないですね。じゃあ超フレッシュ。超フレッシュ。何日間つけるんですか。それは企業秘密。そうですよね。多分傷んじゃうじゃない。3日ぐらい傷んじゃうじゃない。でもアルコール高いんで、その元々のビールが 12% ぐらいあるんで。そっか、そうビールになってからつけてるから。そうなんです。はぁ、アルコールあるんで、その抽出も結構エキスの抽出もしっかり。キャラメルっぽいような感じもするし、プリンみたいな。基本のなんかベースの部分はなんかこのキャラメルっぽい部分とか、あとロースト感みたいなのはそのビールの方で作ってしまって、他のなんかフレーバーの部分は後からレイヤーを重ねる。いや、うちの酒屋の、うちのエノテカグラとかね、カンティーナの店長を話すんですけど、根本的にビールとホップといろんなホップのバランスと果汁を入れた酸と甘みのバランスの組み合わせが本当天才すぎて面白いですよね。面白いって、それはもう僕のセリフでは、もう体調のセンスが、なんでこういうバランスで仕上がるんだろうっていう。なんかね、料理してるみたいに、これなんか酸足んない、これ足んないし、これ足んないし、これ足んないしって言ってるうちに、こう、できたみたいなが6000リットルみたいな感じで仕上げてくるんで、すごいですよね。いやいやいや、とんでもない、とんでもない。確かに1回の仕込みって何千リットルじゃないですか。そうですね。マジな失敗はやっぱあるんですか。あんまり、まあ、たまにありますね、でも。
でもお蔵入りってあるんですか？お蔵入り、まあありますね。へぇー1000リットル出せないやってあるんですか？ありますあります。結構多い方だと思います、ね、いや僕らってミスっても一皿分ミスるだけじゃないですか。ミスり方の規模が違うから、うん、タルグドミスっちゃうとね、すごい緊張感だろうなって思う。そうですね。でもやっぱりできてみたら分かんないんじゃないの。で爆汁作ってさ、発酵させてアルコールにして、いやバナナだって例えば10本入れてどれだけバナナの香りがつくのかって分かんないじゃないですか。そう、でもまあ大体なんか思ったより美味しくなるんで、なんか分かんないですけど、センス、センス、なんか毎回たまたまただみんな思ったより美味しくならないんですよ。たまたまで何十種類もビール作れないよ。いやいやいや、そうですね。いやいや、払った出たね。ということで、今カンティナレガーロでは、まあ、常に宇宙ビールは数種類在庫しているので、割とレガーロを使う前にカンレガで宇宙ビールを飲むか、レガーロの後宇宙ビールの少し甘いタイプをデザート代わりにビールを飲んで帰るお客さんが割と多いです。なんか最近中目黒のアウダチでも宇宙ビール飲めるようにしたので、もしなんかこう食前酒代わりもしくは食後酒代わりに宇宙ビール飲みたい人はスタッフにお声掛けください。